感じでゆったり過ごされたんですね。じゃあどんな、あ、じゃあお悩み、ちょ少しはありますね、ちょっとは。悩みではなくて、できたらこの聞いてみたいというので、子どもたちっていうのは、子どもたちの関わる仕事をしてるんですが、どの音が出ただけでもとっても喜んだりするんですね。それで、簡単になってきたら、キラキラ星の、なんかその曲を聞きたいなと思って、キラキラ星のキラキラ星を変装した、キラキラ星のアレンジの、わかりました。じゃあどんな場、キラキラ星の変装曲、わかりました。じゃあ、どんな風がいいとかはないです。子供たちが喜びのような、はい、わかりました。じゃあキラキラ星の変装、